はい、こんにちは、マロです。いや、 iPhone にもですね、さまざまなラインナップがあります。 6.1 インチの iPhone15 と iPhone15 Pro、 そして 6.7 インチの、ね、iPhone15 Pro やプラス、そして 4.7 インチのホームボタン式の、ね、iPhone SE、 そして僕がね愛してやまなかった 5.4 インチの iPhone13 mini、まあ、このサイズはね正直なくしてほしくなかった。最初ね、この 5.4 インチモデルの iPhone12 mini がね、発売されるって聞いた時、これはもうめちゃくちゃ売れるだろうと思っていたんですけどね。なぜなら僕の動画のコメント欄でもフルディスプレイの iPhone SE が欲しいっていうご意見が非常に多くてですね。で、その時の SE って安さもそうなんだけど、コンパクトなサイズっていうのも結構みんな重要視してまして、価格はね SE よりは高くなりましたけど、もうパッケージはね、もうみんなが求めていたフルディスプレイの iPhone SE 的な存在じゃないですか。こんなもんもう売れるしかないだろうと思ってたんですけど、残念ながら大爆死。あっちのテック記事でもこっちのテック記事でも iPhone 12、13 mini 売れなさすぎて草みたいな記事が出まくってました。ほんで iPhone 14 はですね、 5.4 インチサイズなくなって従来のね 6.7 インチモデルに戻ってしまいましたとさ。僕の大好きなねコンパクトな iPhone は今や完全に消え去ってしまったわけです。まあわかりますけどね、今はスマホでもうゲームも動画も映画も漫画も映像編集ももう何でもできちゃうし、そうなるとやっぱりある程度大きな画面の方が楽しめたり効率が良かったりしますし、バッテリーの面でも有利ですから、まあ、多くの人がね大画面の方が楽しめるでしょう。ですが iPhone14 でね大型モデルに戻したのに、まあ iPhone14 プラスもね売れてないと言われておりまして、サイズ関係ねえじゃねえかって話になってました。やっぱりねみんなプロが欲しいんですよ。どうせ買い替えるなら目新しい機能満載の方がワクワクしますし、所有感も満たしてくれますし、いいものが欲しいんですよ。そんな様々なモデルが出ている iPhone ですが、来年ですねまたラインナップが変わるかもしれません。そう、今プラスとして位置付けられているモデルのサイズがまた変更されるかもしれないんですよ。しかも今までにないサイズの iPhone が登場するかもしれないと言われております。今日はですねそちらの情報をねお伝えしていこうと思います。来年はですね順当にいけば iPhone17 シリーズが登場すると言われてますが、 iPhone17 シリーズのね情報もちらほら出ておりまして、まとめますとこんな感じ。フロントカメラが2400万画素に、これシリーズすべて2400万画素になると言われております。自撮りやビデオ会議なんかのクオリティがグッとアップしますね。そしてプロモデルはですね望遠レンズが4800万画素になる。今年登場予定の 16 Pro は超広角が4800万画素になると言われておりまして、来年の iPhone でプロモデルは全てのレンズが4800万画素になると言われております。などなど来年のねモデルの情報もわずかながらねすでにリーカーたちに掴まれてしまっているみたいです。全てのレンズが4800万画素はちょっと魅力的だな。カメラ性能をね重視している方は来年まで待った方がいいかもしれない。また光学ズームのね倍率もぐっと上がるかもしれませんしね。そして今回ね最も注目の点なんですが、 iPhone17 シリーズでは iPhone17 プラスがなくなり、新しいモデルが導入されると言われております。その名も iPhone17 スリム。はい、名前の通りですね、スリムでセクシーな iPhone が新しく登場することになりますよと。これはですねアナリストのジェフ・プーさんがリークした情報になりまして、 iPhone17 ではプラスは廃止され、 6.55 インチモデルの縦長の iPhone17 スリムがね登場するだろうとコメントしておりまして、さらにジェフ・プーさんだけじゃなくディスプレイ業界の動向に詳しい DSCC のロス・ヤングさんも同様のモデルが登場するだろうとコメントしております。6.55 インチということで、今のプラスやプロマックスよりも少し小さいモデル、その代わり縦長で持ちやすい iPhone みたいな感じですかね。でも大体 Android スマホってそんな感じですよね。僕の使っているあの Xperia もですねかなり縦に長いデザインになっておりまして、サイズに対して握りやすい形状になってます。 iPhone って今のスマホの中では結構横に広いデザインしてるんですよね。アスペクト比や本体の寸法がどうなるかリークはされておりませんが、名前からわかる通りですね、今までの iPhone よりも縦長になることが予測されておりまして、今の iPhone15 Plus のアスペクト比が19:5.9となってるんですけど、まあ、それが Android スマホに多い21:9みたいなサイズ感になりまして、まあ、映画なんかにも合わせやすい表示領域になるんじゃないかなと思います。
これはいいかもしれないですね。やっぱサイズや表示領域がね全く同じだったら、プラスは単純にプロマックスの廉価版みたいな印象なんですけど、まあ廉価版言うてもね、為替の影響でとんでもない価格になってますが、まあ、ですが全く異なるサイズだったり触り心地使い心地でアプローチすることによって、差別化することによって、その唯一無二的なモデルという立ち位置になるじゃないですか。ですから今までみたいに単純にプラスモデルを出すよりも注目度も増すのかなと思います。縦長になることによって面積自体はねプラスよりも小さくなるので、かなりのね軽量化も見込めると期待されております。特に iPhone は同サイズの表示領域のモデルの中でも結構重量級ですからね、軽量化を求める声も非常に多いので、うまく実現化すればすごく扱いやすい iPhone になるのではないかなと思います。ただね、サイズを変えただけでは iPhone mini でも失敗したように、その売れないんじゃないかっていう懸念もあると思うんですけど、安価で唯一のサイズであった mini が楽しめないのはやっぱり画面が小さすぎてマルチに使いにくいですし、でバッテリー持ちが悪いっていうね部分が弱点になってたと思うんですけど、 6.55 インチサイズだったらそういう弱点もないと思いますからね、まあ、決してスマホの中でも特別小さなモデルでもないですし、まあ、コンテンツなどの楽しみ方からバッテリー持ちまで、ね、しっかりフォローできると思います。特に iPhone はね年々チップやディスプレイの電力効率、バッテリー容量もしっかり改善されてますからね。その他予想されているスペックなんですけど、 A19 搭載、今年の iPhone16 からチップは通常モデルが A18、 そしてプロモデルは A18 Pro が搭載されると言われておりまして、まあ、その流れで順当に iPhone17 シリーズには A19、 A19 Pro が搭載されると見られてます。 A17 Pro ってもうつけちゃったからさ、プロってつけることは何かと差別化したいってことでしょ。同じナンバリングでも差別化したいってことでしょ。それを iPhone15 だけで終わらすとも思えないですし、ナンバリングは統一しつつもチップも通常とプロという差別化はしばらく続くんじゃないかなと思います。そして17シリーズにね、全てに適用されると言われている2400万画素のフロントカメラ、そしてプロではないにしろ4800万画素の望遠カメラもね、搭載されると言われております。もしかしたらスリムには4800万画素のカメラを搭載して、通常の iPhone17 は1200万のままみたいな、通常とスリムの間でも若干の差別があるかもしれませんね。ですから今までの iPhone をただ大きくしたプラスみたいなモデルではなく、 iPhone とプロの中間のモデルみたいな位置づけの製品になるかもしれません。これはちょっと面白いアプローチですね。いろんなメーカーではそういうモデルって普通に存在するんだけど、 iPhone はなかなか中間的なモデルっていうのがなかったですからね。 iPad Pro も先日有機 EL を搭載した M4 チップのモデルが登場しましたけど、 iPad Air は M2 とチップで2世代差がありまして、じゃあ M3 の iPad どうなんのって言ったら、 M3 とミニ LED を搭載した中間的なモデル iPad Studio が登場するなんていう話もありますので、アップル製品はその性能装備にしても価格にしても中間的なモデルをね今後積極的にラインナップに放り込んでくるかもしれません。というわけでですね、来年また新しいサイズ感の、握り心地のね iPhone17 Slim がね登場するということで、これはね面白そうな試みではないかなと思います。ただでかくしたプラスだけじゃやっぱり面白くないですからね。また新しいラインナップ、ナンバリングごとに違うモデルがどんどん出てくるっていうのも変化があって面白いんじゃないかなと思います。そういった試みいろいろ試してほしいなって思いますね。再びね、いつか僕が大好きな小さいモデルもね出してくれたらありがたいです。スリムで軽量の iPhone17 スリム、ぜひね爆売れしてほしいです。ちょっと尺が短いのでね、もう一つお話を、まあ、動画撮影をしているのがですね5月14日なんですけど、まあ、明日ですね新型 iPad Pro や Air が発売となって皆さんのねお手元に届くと思うんですけど、まあ、今回ですね最高峰の有機 EL ディスプレイを使用して史上最薄のね iPad Pro が誕生したわけなんですが、まあ、それをプロモーションした映像で大炎上してるんですけどね、まあ、スペックや薄型軽量化、新しいアクセサリー対応など、そのポテンシャルにはもう全く文句ないんですが、一つ心配なのが強度ですよ。2018年にフルディスプレイの iPad Pro が登場した際、この時も従来のモデルより薄さをアピールしていたんですが、
世界中で曲がった、曲がりやすいという報告が上がっておりまして、その強度の頼りなさが浮き彫りになりました。まあ、その後改善されてますけどね、今は全くそういう報告はありません。で、今回ですね、薄くなったといえば、当然それに見合った強度が必要ということで、ハードウェアエンジニアリング担当上級副社長のジョン・ターナースさんによりますと、様々な改良がなされておりまして、まあ、ロジックボードの上に金属製のカバー装着、カバーは筐体内部中央にリブを形成するように配置、新しい構造により剛性は大幅に強化、金属製カバーは放熱性能も改善していると、まあ、要するに間違いなく強度は大幅にアップしましたよとアピールしております。なのでまあ安心でしょう。アップルがね、同じ鉄を何度も踏むわけないでしょうと安心していたんですが、すでに展示品が曲がっていたという指摘が出ております。こちらがですね、そのポストなんですけど、まあ確かにうっすら曲がってますね。なんか曲がってるというか、ちょっと反ったような感じになってますよね。これ大丈夫っすか？200ドル上がってめちゃくちゃ高価になってますから、もう20万円近く払って短期間でね、曲がっちゃったらもう泣くしかないっすよ。ただね、2018年の時より全然マシですけどね。2018年はもう中央部分から明らかにくっきり曲がってましたから、あの時よりは全然強度のバランス整ってると思います。まあ薄くするとこういう事例は本当避けられませんよね。ただね、これね、だから強度が弱いっていうわけでも全然ないと思うんですよ。薄くなったことによって僕らみたいに前みたいに曲がんねえかって心配してる人絶対にいると思うんです。そして展示品ですから、まあいろんな人が触るわけじゃないですか。だからコインに力を加えて強度大丈夫かって試した人間絶対いると思うんですよ。それが何人かいて、何人が通常用途とは違う力の加え方をしたら、そりゃ曲がるでしょ、それでしょっていう話ですよ。まあそういう実験をね、した人が複数いると思いますので、な、展示品がね、反っちゃったってなってるかもしれません。だから必ずしも剛性足りねえよっていうわけではございませんので、そこはご安心ください。ただ展示品を見に来た人がみんなモラルにあふれていて、通常用途で触っていた場合反っちゃう可能性もあるので、購入された方はですね、こういう事例も起こり得るかもしれないということをね、認識しつつ大切にね、使ってください。今やめちゃくちゃ高級品ですからね、 iPad Pro って。大切にね、長く楽しく使ってください。というわけでね、 iPhone 17 Slim が登場するかもしれない、そして iPad Pro がね、曲がっちゃったっていう話をねしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、スマホの進化もね、結構頭打ちになってきたと言われておりまして、まあ、Apple がですね、今生成 AI にねかなり力を入れていたり、まあ、その AI 技術がね高い Google のね、Pixel が高評価されてたりと、まあ、これからはですね、ハードだけじゃなく OS やそういったソフトウェアの部分でもどんどん進化していくんじゃないかなと思います。むしろこれからはね、そっちの方がメインになっていくかもしれない。ただそれだけじゃなくですね、ハードもラインナップをね、いろいろ変更してみて、いろんな変化をつけて試してみて、我々ユーザーをね魅了してほしいなと思います。 iPhone 17 Slim 実現してほしいです。また何かね発見がありましたら動画の中で報告させていただきます。参考になりましたら高評価、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。